フラビウイルスかフラビウイルス属のウイルスによって引き起こされるダニ媒介性のウイルス性出血熱である。病名は病原体がシベリア西部に位置するロシアのオムスクで最初に分離されたことに由来する。マダニ媒介性の感染症であるがマスクラットがその電波に重要な役割を果たすことで知られる。特異的な治療法や 予防法は存在しない。日本国内では感染症法で4類感染症に指定されている。最初に、病原ウイルスが分離された、オムスクの一マスクラットヒトを、吸血中のシュルセマダニ病原体である、オムスク出血熱ウイルスは、フラビウイルス化に属するプラスサ1本、グサリ RNA ウイルスである。同じくだに媒介性ウイルスである、ロシア春夏の応援ウイルスの一群に属する。 オムスク以外にも、ノボシビルスク、クルガン、チュメニで、発生例がある。一方で、ダニバイ海性農園と異なり、西ヨーロッパや日本には広がらず、分布はシベリアに限られる。自然界では、月肢類とマダニの間で、感染感が維持されている。月肢類では、水タネズミが主な自然宿主であるが、北アメリカ原産で、ユーラシア大陸では、外来生物である。 マスクラットにも感染が成立する。マダニでは、ダーモセンターレキクーラタス、ダーモセンターマージノタス、イクソデスパーシルケイテスが、主な宿主である。人への感染は通常、マダニに噛まれることによって起きるが、さらに、マスクラットとの接触によっても感染が起きうる。マスクラットは、オムスク出血熱ウイルスに感染すると人と同様に、症状を示して死に至る。この時、 感染マスクラットの血液や糞、尿に接することで人への感染が起きる。1946年から2000年までの間に1344件のオムスク出血熱患者が報告されており、97%が北半球の森林ステップで発生している。ほとんどの患者は4月から12月の間に発生し、最も発生が多いのは秋で、これは マスクラットの狩猟期の直後にあたる。口述のように、オムスク出血熱ウイルスは、出血熱を引き起こしうるが、他のダニバイ海性フラビウイルスで、出血熱を起こすことが知られているのは、キャサヌル森林病ウイルスとその変種であるオクマウイルス、および一部の極東ダニバイ海性脳炎ウイルスの3つ、のみである。オムスク出血熱ウイルスは、系統的には、 ダニバイ性の応援ウイルスと禁煙であり、両者の抗原性は交差性を持つが、その臨床的特徴は異なっている。また、オムスク出血熱ウイルスは2000年以上前にダニバイ性の応援ウイルスと分岐したと推定される。3から9日の潜伏期の後、突然の発熱、頭痛、筋肉痛、咳、除脈、脱水、低血圧、消化器症状などを生じ、 稀に出血熱となる。患者の30から50%はに相性の発熱を示し、第2期には第1期と同様の症状のほか、髄膜炎、腎機能障害、肺炎などを生じる。肺炎や気管支炎などの呼吸器における炎症は患者の3分の1で見られ、また子供の場合は41%で髄膜炎を生じる。予後は一般的に良好である。 死死率は0.5から3%であるが、稀に難聴や脱毛、神経精神障害などの後遺症を残すことがある。すべての症例で重症化するわけではなく、例えば1988年から1989年にかけて発生した流行では、80%以上が出血滅を伴わない軽症例であった。臨床症状や疫学的情報から診断可能であるが、 血清学的診断が決定的な診断方法となる。エライザによる中和抗体の検出が行われるが、他に廃止験 CF 反応、中和試験によるペア血清の抗体要点の検出も行われる。ただし、CF 反応と中和試験は感度や得意性の問題から注意が必要となる。 RTPCR 法によるウイルス遺伝子の検出やウイルス分離も可能ではあるが、これらの診断法は第2期の患者には用いることができない。特異的な治療法はないため、指示療法を行う。出血熱を伴う場合は、血液凝固因子の投与、全血もしくは血症成分の輸血を行う。有効なワクチンが報告されているが、 副作用のため実用に至っていない。抗原性の類似に基づいて、ダニバイ海性脳炎に対するワクチンが用いられたことがあるが、このワクチンのオムスク出血熱に対する有効性を支持する研究成果はない。流行地域では、防虫剤を用いる肌を露出しないような服を着用するなどの予防策が推奨される。オムスク出血熱は1943の45年に、 かけて、オムスクで発生した流行によって、その存在が初めて認識されたが、一方で1941頃からすでに、ロシア人の医師の間で、原因不明の出血熱として記録されている。病原体であるオムスク出血熱ウイルスは1947年に、まず人から分離され、さらにその後まだに、及びマスクラットからもそれぞれ分離されている。古典的には人への感染は、 マダニの交渉によって生じていたが、1928年にカナダからロシアにマスクラットが運び込まれてからは、ほとんどの場合マスクラットとの接触によって、人に感染するようになったと考えられている。1940年代に同定されて、以降、様々な方面で研究されてきたが、多くの研究がロシア語で記述されてきたため、英語の情報源は乏しいとされる。 ありがとうございます。